いやー今日も天気いいな。こんな日はまあツイッターでも見てみるかな。プンプルンルルン。あ、なんかモムがツイートしてるな。なになに、ニニとマイクラ、え、なんやこれ。あ、ちょっとリプラン見てみるか。ん、付き合ってる。え、あれ、え、え、あ、いや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 、あ、ちょっと、あれれ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 、ございませんよ。あれれ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 れ、付き合ってないですよ。付き合ってないっすよ。え、本当に、本当です本当です。あ、そうなの。もうね、サムネね、サムネとタイトル、あのモムとニニが付き合っていた件について謝罪。スーツ着て俺ら謝ってる、土下座。ということでですね、まあね、冒頭でね、恋愛みたいな感じでね、お話したと思うんですけれども、今日は100の質問っていうやつがあるんで、それを答えながらスプラトゥーンやっていきたいと思いまーす。イエーイ、ちょっと盛り上がってよ、もっと。イエーイ。おお、モムのパパ。はい、ちなみにモムのパパを今日呼んでいただけたので4人でやっていくんですけれども、いや、なんかこの前モムのパパとちょっとね、お話しする機会があって、あー、ありましたね。めっちゃモムのパパだった。もすごい元気なモムのパパって感じ。よし、さ、あれ、敵にアキさんが、やば、アキか、偽物はやるしかねえな。マッキーさんがトイレ行ってくるって言った後に始まる撮影、大体ドッキリなんよな。いやいや、トイレ行ってないじゃん今。水取ってくるとトイレ行ってくる、大体ドッキリなんよな。いやいや、違うって。普通に違うよ。サムネとタイトル、今回はなんか攻めてるんだから。そう、久々にちょっと攻めてるよ、今日は。モムとニニが、だからあれを、なんかもうなんか付き合ってる説について、はい、まあみたいな。あ、いやでもね、えモムとニニがね、2人でマイクラやってるのをね見たら、やっぱ皆さんそう思っちゃうよね。ねえ。いや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 、そんなことはないですよ。でもカップルチャンネルやったらすぐ応援するから俺。いやいやいや、もう全然応援するからね俺。もうプロデュースさせてほしい。なんならプロデュースさせてね、絶対。それに関しては裏飛んでるよ1人。ん、はい、裏飛んでないか、どこに飛んでったんだあいつ、わかんねえ。よいしょ、いけ雨。さあ雨降らしていって、センサーも入れていくよ。さあさあ、やばい、当たんね。うわー。まあじゃあちょっとね、今日はね、恋愛話でもしていきたいということで、まあ100の質問か、100の質問していきたいと思います。まず1番、早速質問します。あ、もう1番がこれだ、これだわ。じゃあ2番からか。何歳。はい、じゃあニニモム俺で答えていこう。はいはいはい、何歳だって。17歳。おー、いいね、17歳。モムは18歳です。おー、26歳です。はい、やばい、負ける負ける負ける、何とか乗ってるから助けてくれ。やばい、よし、マジ勝つよ。はい、一面で勝つよ、マジで。モンガラキャンプ頑張るよ。射程短か、こっち、はい、ゴリゴリ行くか。よし、じゃあ続きやるよ。背はどんくらいがいいだって。たぶん、なんかその相手の身長はどんくらいの子がいいみたいな感じじゃない。ああ、うわー、マジかよ。はいはい、なんでやれないんや今の。うん、ごめんね、好きな身長何。やばいやばいやばい、助けて、来てるな来てるな、お前、危ね。うん、身長自分より低い人じゃない。あ、低い人なんだ。俺ね、マジでどっちでもいいな。ホームは、うん、でも170前後の人がいいですね。170前後。なんか喋るとき首上向かないといけなくて、大きいぐらいの人はちょっと嫌ですね。あ、そうなんだ。首が疲れそうなんで。でも平均首全員上向きそうじゃない、モムの身長だったら。いや、そんなことない、170くらいだったらそんな上向かなくて。あ、そんな向かない。あ、いいね。はい、はい、1枚やってる。やべえ、それさ、まずい力です。あ、それまずい力です。それやってくれ。怖い怖い怖い、祈ってるんですよね。やべ、次の質問、ロングショートだって。髪型じゃない。あ、なんや、お前どこに、どこにいんだお前。ああ、ニニの好きな女の子のタイプの髪型。
型、うん、いやどっちでもいいけどどっちかで言うならショートですかね。あ、ショート、ショートいいね、はい、ショートいいね。それは遠回しにモムティ振られたってことでいいですか。あ、やばいよ、そういうことかな。やばい、え、モムロングだっけ髪。ロングですね。あ、そうなんだ。あ、そう、写真だ。やばい、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 あ、やばい、あ、助けて、助けて、あ、ちょっと、ちょっと、なんでモムが俺を助けてくれてる今。マムは？オッケー。ショート、ショート。男性の髪型。あんま見ないですけど。あ、確かに確かに。え、どういう髪型が好き？あ、じゃもうマッシュしか勝たんなので。マッシュか、ちょっと目隠れる感じの。俺マッシュって、はい、なんかあんま分かんないけど、マッシュってなんだ？マッシュヘア、マッシュ。あ、だからマッシュって言うからあれよね、キノコみたいなってことよね。あ、そう、キノコみたいなやつです。いいんだ。はい。それがいいです。俺はマジでどっちも好きすぎてマジで本当に決めれないけど、まあやっぱし、マジ悩むな。まあでもロングだと女性っぽくて素敵だなとも思いますね。でもショートが似合う子もめちゃくちゃ可愛い。はい、はい、ありがとうございます。好きな子にわざと好きな人聞いたりする？どういうこと？好きな子いるみたいな。あ、いや聞かないでしょ。いるよって言われたらだって悲しいもん。でも自分かもしれないじゃないですか。うわ、確かにね。いやー、まあ確かにね。まあいい感じになってたら、好きな子いるのみたいな、まあ、彼氏いるんは絶対聞くと思うよ。あ、好きな子いるのみたいな、誰か好きなのみたいな、でいるよ、え、どんなやつどんなやつみたいな感じってことでしょ。うわー、学生の時のくだりや。やばい、めっちゃやぐらくて、これまずい状況ですよ。すごい、やば、あ、やばい状況です。あ、まずい状況です。やべえ。まずい状況です。大丈夫。こっちにはね、特大の助っ人、モムのパパがいるから。鬼にいいね。はぁー？いや、最悪なんだけど、射程長すぎだろ。次の質問、好きなことは毎日 LINE したい？だって。はい。いや、俺マジ毎日しないと無理。無理です、無理です。あ、マジで、マジで。半日に1回は。いや本当に相手が嫌だって言って感情がないような LINE だったらまあいいかな、もうし、まあ、しなくてもいいかって思うけど、したいわマジで。したいですね。で、感情しっかりつけてほしい。やばい、助けて、それちょっとさ、モブ頑張れ、お前ならいけるよそれ、モブお前ならいける。やば、最悪、これ当てて、うわー、1200リーグパワーバカ低いな。マジ、読みながらやってるから、だからちょうどいいかもしれん。とりあえず1枚はやれるかな、1枚やれるスピナーデコ、あ、もう1枚削りスピナーデコ、これ後ろ行ったんじゃねえのか、行ってないね。じゃあ質問いきますか。甘えん坊、はい、だって。甘え大砲ですね。マム甘えたいな。甘えたいね。でも俺も甘えたい、マムで。俺もバカ甘えたい普通に。あ、俺犬だから、犬だから。犬本当に全然犬。ああ、ワンコやないですか。俺も伝えるし伝えられてほしい。俺ワンコだから本当に。犬だから俺。尻尾振るからまず頼むわ。そこうまく、ここに1回入れて後ろを削って、ここで2枚よりできてるやつも。3枚目はやれなかったやっていうことだけ報告してしんどいた。なんか謎に1枚やったんですけど。ナイス、謎の1枚やり、ナイス、謎の1枚やりしました。大好きって毎日言われたい？もうこれなんてさっきの質問と一緒っしょ、ほぼ言われたいだろ。いやー、え、言われたくないの？ニニ、え、マジ？やっぱ人によって違う？毎日、毎日ですよね。毎日言われたい、毎日言われたい、いいかなって。マジ？俺一日言われなかったらもう嫌われたんじゃないかって思っちゃうんだけど。え、マジで？毎日言われたい。そこいるの知ってる、気づいちゃってる。で、このまんまゴリゴリいくよー。で、はい、バシャン1枚やりー。さあ、ここでかん、イモリです。さあ、イモって、イモって、イモって、ドーン。マジかよ。で、こっちに移動します。はい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 、どうするの、どうする、どうする、イモって、ドーン。痛い痛い、ブリあほい、おい、1枚やりー。さあ、どういう状況。でもいいね、ヤグラ結構進んだね。はい、やば、バレてるバレてるバレてる、バレてるけど、そこにもいる。あー、外しちゃった。はい、次、臭いセリフ言う。いや、どういうこと。臭いセリフ、じゃあちょっとなんかあります、臭いセリフ。罰ゲームじゃないですか。もう罰ゲームよ、なんだろこれ。
臭いセリフ恋愛で、あ、言うってこれあれだよ、臭いセリフ言ったりするってことじゃない、相手に対して。あ、そう、びっくりしたびっくりした、急な無茶ぶりね、ちょっと焦っちゃったよ今。あ、俺は全然言うよ、俺全然言うよ。臭いって どういうセリフですか。なんかどんな感じだよね。まあ花火見てる時とかに、花火綺麗だねってなった時に、いやでも君の方が可愛いよみたいなことじゃない。あ、俺バカ言うよ普通に。え、ニニーは、ね、ニニー言わなそうだよな。あ、でも急に逆に言ってきそうだな。愛してるよ。あー、でも、超仲良かったら、うん、めっちゃ言います。超仲良かった理由。あ、まあでも彼女になってる時点で超仲いいんじゃないの。あそんなことないそんなことない。まあまあまあ、いろいろありますよね。え、ももは臭いセリフ言ったりするの。え、あんま言わないです。言わないんだ。はい。いやもう難しいね。